はい、どうもこんにちは、ひなです。今回はですね、こちらの、まあ適当に使っても強い編成使っていこうかなと思います。で、僕のね、チャンネルというか、まあ YouTube 上でですね、少し、重大なね、発表があるので、そちらをね、喋りつつ、まあ後半の方は普通に PVP の内容喋っていけたらなというふうに思います。ということで、早速 PVP やっていきましょう。はい、1戦目よろしくお願いします。今回ね、ちょっと大きなゲームですね。まあだいたいチャンネル始めて半年以上経つんですけれども、まあ半年もう10ヶ月ぐらいやってんのかな、だと思うんですが、ここに来てですね、一つ発表をいたしたいと思います。はい、なんとですね、まあすでに立ててるかわかんないんですけども、この際ね、もう一つのソシャゲであるね、ドッカバトルのね、実況チャンネルを立てようかなというふうに思っております。はい、なんか入った、うん、思っております。で、まだ立ててるかわかんないんですけれども、立ててたら、YouTube のね、概要欄に貼っておこうと思いますので、ぜひね、登録していただけるとありがたいかなというふうに思います。結構ね、レジェンズやってる方で、なんだったっけ、何、そっちのどっかもやってるよっていう方多いので、この際どうせだったらやってみようかなということで、はい、少しね、チャンネルを解説していこうかなというふうに思いましたね。うん、結構ね、まあ、ポチポチやってますね。僕、あんまり、詳しくはないんですよ。なんか入って。詳しくはないんですけれども、まあ、ドラゴンボール好きなんでね、もちろん。ドラゴンボールをこよなく愛しておりますので、まあ、ドッカーバトルも漏れなくやっているということで、ばっこりね、この際、実況もしちゃえという感じですね。で、なんか、8月末だったっけ？わかんないんだけど、夏の大型キャンペーンが来るらしいんですよね。で、まあなんか新キャラいろいろ言われてるんですけど、強っ！いろいろ言われてるんですけれども、これ受けるか。まあ、非常にね、その際盛り上がるだろうという読みで、まあこのタイミングで始めますね。なんでまあ、龍石もぼちぼち貯めてって感じで、今やっております。なんで、ぜひともね、登録していただけるとありがたき幸せということで、ずらして打ちます。お、マジか。しっかり読まれてる。パワーやば。そう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 。なんで、ぜひね、遊びに来ていただけると嬉しいですね。で、僕をね、きっかけに、なんか身勝手出しちゃってるんだけど、最悪。出したつもりあんまなかったのに、なんか押しちゃってましたね。うん。あんまりね、でか。うん、あんまりレジェンズ、やっぱ、PVP やりながらやると全然喋れへんわ、僕。うん、後取りとかあんまりしないんでね。ぜひね、僕のチャンネルを機にね、ずらして、まあ、ドッカンバトルの方も遊んでいただけたらなというふうに、もう一つ思いまして、今回ね、実況を始めるように、考えました。龍拳打つか、これ。そうそうそう。ドッカンもね、結構面白いゲームではあるんで、ま、なんだろう、ゲームの内容は結構違うんですけれども、レジェンズと。ま、ただ、ドラゴンボールのね、キャラクター集めるっていう点ではめちゃめちゃ共通して面白いと思うんで、はい。まあ、僕のね、実況を見ながら、うん、ちょっとドラゴンボールもね、せっかく大型キャンペーン近いということで、始めていただけたらな、というふうに思っております。はい。なんか、龍拳が知らん間に決まってるけど、とりあえず次の試合行きましょうか。はい、お願いします。まあ、続き喋っていこうと思うんですけれども、喋れるかわからんぐらい相手の突がやばいですね。はい。よろしくお願いします。で、まあ、どっかのね、チャンネル解説っていうことで、喋らせていただいたんですけれども、レジェンズに関してはね、全く頻度落とさないです。はい。これはね、もう宣言しておこうと思います。あ、待って、ユージとか、しかも暴発してるし、やばいわけよ。全くね、そんな気はないんで、ぜひ安心していただけたらなと思います。あくまで、レジェンズ中心で、これ倍ないでしょ。おまけでやるって考えてるだけなんで、なんなら、ちょっと、ドッカンの投稿頻度がめちゃめちゃ悪いと思うんで、まあ、そこはご了承いただきたい。僕はね、ドラゴンボールレジェンズをメインとしてね、やっていく実況者ですので、はい、そこだけはまあ、ご了承いただけたらな、というふうに思います。うん。で、まあ、そのうち合併はするかもしれませんね、正直。あんまり、レジェンズの、なんだろう、レジェンズのチャンネルばっかり上げて、何？ドッカンの動画を、もう、一年に一回しか上げないとかになってくると、チャンネル合併する可能性がありますけれども、どうだろう？あとはまあ、どっかのチャンネルが全然みんなに知ってもらえないとか、いろいろまあね、出てくると思うんで、マジかそこそこなんか。まあ、その時はぜひね、まあまた報告しますんで、対応していただけたらなと思います。
なんで手がタピオカ出してるん。やばない？なんでタピオカ出した？あ、もう最悪。ただこれはずらして、 OK。 よくしかまちゃん向こうまだ残ってるんで、ちょ、これさライジング溜まってたら落としてたんだけど、マジで最悪。相手メッキもあるからな、ちょっと嫌だなこれ。とりあえず特殊カバちゃん向こうで殴っていく。ちょ、もう一枚、もう一枚、もう一枚引っ張ってこれた。もうなんで引けないかな。ここ引けたらマジで神だったのにさ。はい、ということで、まあ PVP の内容に戻っていこうかなと思います。はい、めちゃめちゃ持っていき方無理やりやけど、申し訳ないそこは。はい、まあということで、とりあえずね、お知らせでございました。ぜひ登録していただけるとありがたいです。マジで喜びます。まあでもどっかも頑張っていきたいですね。うん、非常に。例えばさ、まあこういう夏の夏休みの期間とかめっちゃ日にちあるじゃないですか。なんでまあ見てもらえる方も多いかなと思うんでね、ぜひぜひ僕も頑張っていくんで。冷静やな結構。100ぐらいで引いた。あ、つたないか。最速最速最速。見て、打撃やん。釣れろ、釣れない。んや、もうなん、そこは冷静じゃないんか。ちょ、待って、どうしたらいい僕。ライジング、いや、ライジング今打ったっけ、もう忘れた。うん、とりあえず抑えて。相手タピオカに打つんめちゃめちゃ嫌ってますね。それが分かっただけででかいわ。突っ込んできたよ。両対応しよう。マジで両対応、両、オッケー。ちょ、もうしたって、マジで最悪。ここワンチャン出してくるよ。ライジング、オッケー、打ってくる。もうタピオカ捨てます。でも、今、かぶせたってライジング絶対押してた。100発100中なんだよ、僕の。狙撃キングのね、狙撃レベルで、必中する、このライジングをね、キャンセルされるという。もうこれはバグです。むしろバグ。まあ、そんな冗談はさておき、ちょっとまずいぞこれ。普通に負けそうなんやけど。うん。ドッカンバトルの、ドッツカンバトルの解説入れてたら普通に負けそうになってるわ。77。今回ルゴジも連れてきてないからな、縛りないんですよね。残念。強気に前裏行っていいですかこれ。強気に前裏行きます。はい、見て、打撃。あ、待って、回避 見れてないわ。まあいいや。はい、打ちます。裏出してきたら、もちろんライジングで落とせるし、オッケー！ウルゴジも回ってくる前に、まあ、できるだけ待機カウント稼いでおくか。待機だけ稼いでおいて、オッケー、ここでライジング打ちます。はい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 。相手はすかさず54を落としてくると。やっぱ身勝手のリーチが長いからね、捨てざるを得ないということで、貫突54完封でございます。オッケー。で、龍剣のメインもしっかり残ってるし、いや、待って、逃げ、溜め切ったんだっけ、結局僕。溜め切ったか、誰かマジでヤフー知恵袋で教えてくれ。頼む。今から投稿しても間に合わへんよな。これ、流します。流します、パワーランドして。もう変なことしない。変なことしないが大事。で、回避見えたか。ワンチャンアーツをしてる。大逆転。釣れないな、全然。タックルいって。入るんだ。掴みます。メインオッケー。あ、ユニゲ溜まってたわ。はい、これ交代禁止必殺です。はい、ぶっ壊れ。はい、最強龍剣最強。いや、相手バニ回復のメインの、あ、待って、メイン売ってたっけ。メイン売ってた気もしてきたぞ。ちょ、ま、待って、最悪すぎ。マジ許してお願い。ああ嫌ってますね。オッケーオッケーオッケー。バニ奪って、はい、龍剣ぶっ壊れ。相手打撃空振りなんでね、バニ回復のメインも間に合わないと。そして泥族2段階おじさん、最強おじさん、やばすぎマジでコンボ力。はい、ぶっ飛ばしていきまして、まあ落とせるでしょう。あ、最強だわ。ということで対戦ありがとうございました。てなわけでね、今回は新たにね、ドッカンバトルの、チャンネルをね、解説しようと思ってるんで、よかったら、チャンネル登録と、そしてね、まあ動画上げ次第、うん、よろしくお願いしますということで、どっかね、詳しくないんで、いっぱい聞くこともあると思うんでね、ぜひ Twitter とかもフォローしていただけると、まあ、ありがたいかなと思います。それでは、今回の動画は終わりましょう。お疲れ様でした。よっしゃー！そしてこいつが、スーパーベジット！俺を倒して証明してみな、お前の強さを。よっしゃー！くっ！あー！メガスーパーベギット！あれだけいろいろ合体してその程度とはな。人間になるぞ、覚悟はいいな。ダメだ！
覚悟しろよ。俺はどうだ。終わらせちまうぞ。ほらよくわ。たまには苦戦してみたいもんだぜ。